日本東京都練馬区石神町石神町は東京都練馬区の町名。現行行政地名は石神町1丁目から石神町8丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は177-0041。石神公園駅南口向き左にエミをサウス建設中。石神公園駅南口北口石神公園駅。 北口2021年5月尺字、公園駅南口よる、尺字池尺字池尺字池旧、西側坊と乗り場とカエル像カエル像ぞ、尺字公園は、ど根性ガエルの舞台ですが、病気中を連想します。尺字公園から見る、雪富士2021年2月尺字川ボタル橋から、下流方向練区の中央より、やや南西部に位置し、 天然記念物の小宅植物群落や、冒頭池を有する石神井公園、武蔵野の湧水が流れ落ちる石神井川、高架化した石神井公園駅がある。町域西部は石神井台、東大泉、東部は高野台に接し、南部は石神川を境に下釈石神井、川沿いにそれぞれ団地がある南田中とか三石神井、北部は関越練馬インターチェンジがある三原台。 八原交差点や、巨大、ガスタンクがある八原と接している。都立、石神公園の東半分、石神駅エリアと、西部池袋線、石神公園駅を中心とする区域である。駅周辺は、商店街、声優や、クイーンズイセタなど、大手スーパー5店舗、専門店街、ピアレス、エミオなどで賑わい、練馬区役所石神庁舎もあることから、 石爾の中心的な存在となっている。石爾公園の他にも、近くに石爾川が流れ、住宅地として人気エリアだ。道路では、富士街道、ケヤキ並木が相関ない草通り、石爾公園へと通じる石爾公園通りと、補助132号線と、旧和世田通り、バス通りで、東映アニメーションミュージアムや、リビンオズ大泉店に通じる大泉通りなどがある。 かつては駅を中心に狭隘な道路をバスが行き交い、住宅、店舗が密集し、川は鋼や板の作業だった。だが、高架、駅前再開発事業などで、道は広くなり、緑は増え、高層ビルや商業施設も多くなった。また河川整備事業で石地川は拡幅して、レンガ町の遊歩道ができ、広くなった、バス通りもレンガ町の遊歩道と、 河津桜並木が整備されるなど、町はその風貌を大きく変えた。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は、2021年1月1日の工事地価によれば、石神町六の二の地点で56万9千円、平方メートルとなっている。 石珠の名の由来は、この地で井戸を掘った折、石剣が出土したことから、石神の井で石珠となったと言われている。現在この石剣は、石珠神社に身体として祀られている。また石剣には、三宝寺池から出土したという記録もある。ちなみに、道神社本社の祭神は、少なびこなの命であり、地域の象徴的なスダジーなどの大木がそびえている。 石神井川山下橋から下流方面鉄道は中央部を東西に西部池袋線が横断し石神井公園駅が置かれている。また、長域最東部が西部池袋線の根馬高野台駅付近にある。道路は中央部をかつて富士大線道と称した三景道で田柄用水も流れた富士街道が東西に横切る。西部線と富士街道が 町域の真ん中でクロスしているる。形になる北部は、リビンオズ大泉店に通じる、大泉街道に、東部は一部が、幹線道路をささめ通りにそれぞれ接している。また、南部を、旧和世田通りが、石神公園と石神川の間を東西に走り、西部をイ草通りが、南北に循環し、石神公園を、石神駅エリアと、三保寺駅エリアに隔てている。 西部はまた、東京外環自動車道が建設中。目白通りの関越練馬インターチェンジのあたりから、石寺池ボート乗り場の近くまで南北にバス通りが貫くが通称はない。西部先行家沿いの遊歩道も大泉学園駅まで開通し、迂回路を経ずに、石寺公園駅と大泉学園駅を行き来できるようになった。どうう歩道は 練馬高野大駅までも先行を開通している。大泉通りから富士街道までのバス通り沿い約500メートルに河津桜が植えられている。富士街道以南にもピアレスを経て西部池袋線高架を渡り、百寺公園坊と乗り場近くまで河津桜が植えられている。将来的には大泉通りから道公園まで途中で途切れながらも、 河津桜並木が整備されるという。ちなみに、河津桜は、寒日桜と早咲きの大島桜の自然交配種で、花は一重咲き大輪、2月中旬から3月上旬にかけて咲く。約1ヶ月の長さで咲き続けるのも特徴。他にピアレスの富士街道沿いに、常緑山帽子が植樹されている。1丁目、2丁目、6丁目、7丁目、8丁目。 練馬区統計所長別土地面積、気温、降水量の推移、住民基本台帳による世帯数と人口など。練馬区、2018年1月4日閲覧。AB、世帯と人口町長名別。練馬区、2018年1月4日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年1月4日閲覧。 市外局番の一覧、総務省、2018年1月4日閲覧、釈字町長と上釈字とは蛍橋でわずかに点で接する、釈字委長と矢原はわずかに接する。区立小中学校学区域一覧、練馬区、2018年1月4日閲覧、標準値番号練馬マイナス39、標準値、基準値検索システム、 国土交通省、2021年1月、2021年5月29日、閲覧。桑島新一、百神町、練馬の地名今昔、練馬区、2015年1月12日閲覧。東京市新区町名地番表、国立国会図書館近代デジタルライブラリーこのバス通りは、百神駅ボード乗り場で、百神公園通りと合流。 補助132号線は、石寺へ経南も、旧和瀬田通り、伊草通りへと続く。さらに上流のあたご橋あたりから上、石寺団地あたりまでは、ソメイヨシノ並木。練馬区市によると、長江寺は1932年まであった、旧殿、中村の生寺名。寺は実在しないとも考えられたが、文化財保護推進院の調査で、長江寺という寺が実在し、 本堂や墓地があった場所もはっきりした。ただ寺があった場所がこの公園なのかなど未検証。ありがとうございます。